ステラ・ニャンブラム・ワンには、ケニア・ナイロビ出身で、ノルウェー在住の歌手、ソングライター、ラッパーである。母国ケニアでのことや、1991年に、ノルウェーに移住した後に、本人や家族が経験した差別に関する歌を多く、作っている。作品は、アメリカンパイや、セーブ・ザ・ラスト・ダンスといった映画や、CSI ・ NY ・スクラブスといった、テレビシリーズにも用いられている。 シクラープス賞、ジルマン賞などの受賞歴があり、またメロディグランプリ2011で優勝したこともあり、ノルウェーでは人気が高い。8歳の頃から音楽を学び始め、歌唱のみではなくピアノの演奏もできる。ノルウェーの他にケニアやセネガル、ガンビアでもヒット作を持つ。2011年ユーロビジョンソングコンテストのノルウェー国内予選である。 メロディグランプリ2011に参加した。2011年2月12日、ステラムンにはメロディグランプリ2011でハーバーハーバーを歌って優勝を果たしドイツのデュッセルドルフで開かれるユーロビジョンソングコンテスト2011のノルウェー代表となることが決まった。優勝曲ハーバーハーバーは2011年第6週のヒットチャートで首位となった。ありがとうございます。